ウラガサウルスは、白亜紀後期、現在の中国、黒竜江省に生息した、ハドロサウルス亜科のハドロサウルス類である。化石は、両稜古類層のマーストリヒト紀末期、6550万年前の地層から発見された。このボーンベッドは他に、ランベオサウルス亜科のハドロサウルス類である、サハリアニアが支配的であった。ウラガサウルスは2008年パスカル・ゴダフロイトらにより、命名された。この時点では、部分的な化石のみが発見されていた。これは2000年以降アムール川流域で発見され、ハドロサウルス類の一つである。タイプ種であり、唯一の種でもある、W ドンギの種小名は、中国の古生物学者、唐永明に、献名されたものである。上腕骨と座骨タイプ標本、GMHW184 は、部分的な刃骨である。ゴダフロイトらは新属のボーンベッドから発見した追加の化石をウラガサウルスのものと指定した。これらには3つの脳箱、1つの頬骨、2つの上、顎骨、刃骨、肩甲骨、2つの胸骨の要素、2つの上腕骨、1つの腸骨が含まれている。細長い刃骨と独特の関節と筋肉の付着部を持つ独自の形状の肩甲骨により他のハドロサウルス類と識別可能である。ゴダフロイトは系統解析によりウラガサウルスが基地のハドロサウルス亜科で最も基盤的でハドロサウルス亜科及びハドロサウルス科の共通の起源がアジアであることを示した一般的なハドロサウルス科の属と同じようにウラガサウルスも草食であったようだ。古脊椎動物個人類研究所中国科学院、アメリカ自然史博物館の研究者による最近の研究で、ベラガソリスドンギの再評価と再記載が行われた。この結果、最初の標本と追加の標本のいずれからも、ウラガサウルスが北アメリカの分類群であるブラキロフォサウルス、マイアソウラと多くの形質を共有し、基地のクレードであるブラキロフォサウルス属の構成員である可能性があることが分かった。ありがとうございます。